パラスティカの豆だと澤出です。はい、今日は京都のホテル Vlog をお届けします。はい、今日来たのは、はい、ビビると京都鴨川さんです。川のね、すぐ目の前にある、うん、すごい閑静なところにあるホテルなんですが、ここが鴨川ってことよ。こっちがでしょう、うん、本当にもう静かだよね、うん、そうなの。客室もすごい少なくって、うん、もう本当になんか静かに楽しめる、そうなんだ、うん、落ち着いて楽しめるホテルなんですけど、うんうん、今日はなんか女子旅プランとかいろいろあるみたいなので、うんうん、撮影許可をいただいて撮影させていただきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。わー、ちょっとあんたそこ立ってみて。あ、いいじゃん。失礼します。綺麗だね。あー、いいわ、なんか京都来たって感じしたわ今。お菓子をいただきました、うん、はい、これはあ、サワデさんにいただいたんですか。こちらはあの、はい、宿泊の方の全員いただけるそうです。双葉さんってさっきさ、私、うん、あの郵便局行ってきたじゃん、うんうん、あの途中にあった。あ、本当、すっごい並んでた。あ、じゃあ人気のところのお菓子なんだ、うん、みたい。なので後ほどお部屋でいただきましょう。いただきましょう、はい、ありがとうございます。今日のお部屋は、はい、何階ですか。本日5階となっておりまして、はい、5階角をご用意していただいたということで、かなり期待大、嫌い大。着きましたね。はい、じゃあどうぞ。ありがとうございます。もう、ね、お部屋がじゃあ、はい、2部屋なんですね。そうですね、5階は2部屋しかございません。はい、本日ご用意していただいたお部屋が、はい、こちら、はい、昇龍、朝昇龍の昇龍ですね。はい、もうそうですね、ほぼ朝昇龍。景色がこちら側も見えるんですが、こちらちょっと後ほど寄ってみましょう。はい、じゃあ入らせていただきます。はい、どうぞ。はい、失礼します。失礼します。絶対綺麗な予感します。でしょう、うん、じゃあちょっと、はい、こちら、はい、あ、うわあ、すごい、めちゃくちゃ綺麗。まずベッドが非常に綺麗です、はい、ベッド綺麗。こっちこっち見て、すごい、なに、あ、お手まみ見して。豆田様、うん、本日はご多忙の中リベルト京都鴨川にご出閣いただき心よりお礼申し上げます、うん、春の一日ごゆっくりごつくおくつろぎいただきました幸いです。あ、お手紙もいただいてます。この支配人の成田さんに、はい、あのぜひパラスティカさんに撮影を来ていただきたいとお声掛けいただきまして、やり取りさせていただいてきました。成田さんが満足してくれるような紹介をします。すごいね景色。見てここ綺麗すぎない？だからもう鴨川がもう一望一望。わ、本当だ。で、窓でかいね。でっかい。山も見えます。今日はちょっと曇っちゃってるからね。まあね。うん、でもなんか逆に良くない？うん、わかる。グレーな感じが。わかるわかる。落ち着くね。ね、落ち着く。うん、え、今日って部屋食なんでしたっけ？今日部屋食です。え、ってことはここで食べれるってこと？はい、ここで食べれます。やっばー。うちらの大好きな部屋食になってます。来た。あの今回のプランは女子旅プランみたいになってるらしくって、はい、冷蔵庫にお菓子があるということです。見ていい？見ちゃおう。早速出していただいて。 あ、本当だ。入ってる？入ってます。こちら、なに？プランのスイーツです。どうぞお召し上がりください、はい。追加料金発生しません。え、ちょっと出していい？出してみよう、出してみよう。おいしそう。やだ、ちょっと最高なんだけど。ちょっと待って、テンション上がってきたね。ぶち上げぶち上げ。いや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 。まだあります。まだあるの？ま、これは女子旅のプランでお菓子いただけるって話なんですけど、うん、冷蔵庫開けていただきまして、はい、そちらにビール入ってますよね。ビール入ってる。そちらのビールも無料で飲むことができます。これも？これ飲めます。京都のビールよ。そう、ブロンドエール大って書いてある。すごい美味しそうじゃない？嫌い大かも。
平井大だ。平井大の暗示かも。そういうこと。なんか普通さ、お酒類ってさ、うん、有料じゃん、うんうん、でもそのお水と、うん、あのビールは無料で飲んでいただけますので、ぜひ飲んでくださいって。嬉しいね。嬉しいね。じゃあ今日ご飯食べながらビールだべ。最高だ。最高だ。ありがとうございます。あとなんかお菓子がどうだとか言ってたな。お菓子これかな。ね、それも俺で食べれなかったらあれだな。食べれます。ここに本当だ、食べれるって書いてあるんで、これも OK なんだ。それも食べていい。めちゃくちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそうだねそれね。失礼しました。お菓子もいただいて、うん、冷蔵庫におやつも入って、ビールも入ってて、このおかきも食べれちゃう。旅行先でさ、こうやって、うん、旅先の美味しいものとかを、うん、準備していただけるのめっちゃありがたくない？ありがたい。しかも知らないかったりするじゃん、うん、我々としてはさ、うんうん、だからわ、これお土産で買ってこうってなるもんね。これも京都のお菓子だもんな。ね、女性が多いんですって、うん、ここのリベルトさんも、うん、なんか我々のね、視聴者の方もすごくいいのではないでしょうか。うん、うん、めちゃくちゃこれは大満足してくれると思う。ただまだ奥が大変なことになっているか、ちょっと見てみましょう。見てみましょう。お風呂に関しては我々やっぱうるさいですよ。そうだね。もう数々の宿泊施設を回って、うん、いろんなお風呂を見てきましたけれども、はい、リベルトさんはどうなってんのかと。どういうお風呂なのよ。失礼。はい。すごい見て、すごいんだけど。ちょっと待って。嘘でしょ。わあ。うわあ。これうちら2人で入っても広いよ。広々だね。ね、上がってみていい？いいよ。胸靴下で。うわ。うわ。広い。広いね。しかも景色も見えると。最高じゃん。絶対今日湯船で食べよう。ね、食べようね。お着しない。うん、お着。お着しない。うわ、もう開けてみる？うん。え？何？スキンケアセットだって。真珠の輝き。三木本のコスメティック入ってます。え？え？すごい。あ、全部三木本？三木本だ。あ、嬉しい。拍手。ちょっとさ、じゃああれ、うん、テラス行ってみちゃう？行ってみよっか。ね。おー。おーおーおー。あんたここ最高じゃん。すごっ。すごっ。あ大の字。あー、なんか。自販機もあるからお風呂上がりとかここに涼んで行ってもいいし、ここでお酒飲んだっていい。いいじゃん。今日ちょっとここで少し飲んでみようね。ちょっと飲んでみよう、ね、夜とかいいんじゃない。綺麗なんじゃない。絶対綺麗だよね。これ開けていい？開けてみよう。今月中だから、うん、食べちゃわないとね。ね、うん、私今食べちゃおうかな。私も食べちゃう今。どうだよ。おいしそう。最高。最高。うわ、なんか広くて最高じゃない。こりゃもう開放感がすごいね。すごいね。じゃあいただきます。はい。わー、私こういう豆大福食べるの久々ですごい嬉しいんだけど。おいしい。めちゃくちゃおいしい。美味しいね。なんかしょっぱくて美味しくない？うん、うん、甘みと塩分のバランスちょうどいいね。これは大人の豆大福だわ。帰り買って帰れるよ。うん、横だったからね。あそこにさ、山削れてるとこ台になってんじゃん、うん、あれってよくニュースでやってるとこだよね、うん、そうじゃない。わ、すごい。あの炎がプモーってなってるやつよね。目の前じゃん。あの台って何のための台なんだ。京都大で出るかな。出るはず。京都大山で調べてみよう。うん。びっくりした。めっちゃ怖かった今。え、なにカモメ？パワハゲてたんじゃなく。びっくりした。よかったね、あの餅布に詰まらせなくて。お盆の精霊を送る伝統行事ですって書いてある。お盆の時期なんだね。8月16だからそうだね。じゃあやっぱ夏は混むんじゃない、この辺。すごい。そうかも ね、うん、京都だからお祭りも多いだろうしね。あ、確かに、うん、夏の京都もね、行ってみたい ね、うん、ね、暑いんだけどね。
します。はい。失礼します。はい。では、ごゆっくりお過ごしください。ありがとうございました。聞いてみてください。はい。すごいお品書きもあるのですが、開けます。わあ、美味しそう。綺麗だ。ねえ。あ、すごい香りするね。あら。もうなんか見たことのないあれが、うん、お品書きがいっぱいだね。すごい、もう、うん、これはお酒が進みますわ。ビール持ってきます。お願いします。はい、チーズ。どう？おい、最高かよ。はい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 。やすこ、やすこい。はい。開けます。開けます。え、めっちゃ楽しみなんだけど。京都のビール、ね、どうでしょう。初めて見た、これ。おお。はい、じゃあ、乾杯。あ、おいしいね。美味しい、飲みやすい。お、飲みやすい、飲みやすい。グッド。せーの、いただきます。わっ、あー、炊き込みだ、最高じゃん。これなんだろう。あ、お吸い物だ、大好き。おー、いいね。うん、美味しい。あ、美味しい、このお吸い物。どれ。おー、ね、美味しい。おうん、あー最高だ。またお漬物あるもん。うちらもう腸内環境が良くなっちゃうよ。本当だよ、ありがたいね。うん、私精進料理って食べたことなかったけど、こういうことを言うんだね。精進料理ってなんだ。ちょっとずついろいろあるやつだよね。あー、そういうことを言うのか。うん、わかんない、全然違いますよってコメント欄でみんなが教えてくれるかもしれない。ちょっと待って、調べよう。精進料理とは野菜や豆腐などの植物性の食材のみで作った料理のことだって。確かに優しくていいかも。これはこれで京都っぽくていいね。うん、あ、なんかいけた。いや、あ、私メインになっちゃってるじゃん。あ、上手だった。うまい、うまい、すごい上手。あー、上手だね。あ、よくね。わ、めっちゃいいわ。これちょっと明日使おう。うん、使うの忘れてたわ。おはようございます。おはようございます。朝ごはんということで持ってきていただきましたので開けましょう、うん、はい。すごい大きいね。すごいね。わあ、わあ、美味しそう。綺麗、綺麗だね。はい、わあ、美味しそう。これ美味しい。あ、これあの持ち帰りのあれありがたいね。うん、確かにね、うん。いただきます。今9時なんですけど、うん、私7時ぐらいに起きたんだけど。早っ。早すぎない？携帯いじってたんだけど、あんたも8時前に起きたじゃん。そうだね。うん。で、ちょっとゴロゴロして、ゴロして、ツイッター見て人笑いして、で今ですよ。で、あんた、うん、昨日、うん、12時前には、うん、自分もう寝ますって眠りについてたもんな。うん。あんた何時まで起きてた？うん。でも私も1時半くらい。うんうん。でも朝早かったもんね。そう。すぐ寝れた。ね。全然話、これカットになっちゃうんだけど、していい？いいよ。なんかさ、うん、声の質と全然合ってないと思う。こんにちは。イエーイ。絶対やめた方がいいな。私がディメンターになってるやないかい。ちょっと待って、もう一回やってみよう。うん。